まだこっちは気まずくはないね。ごめん、ちょっとこうやって配信するわ。場所が、ヤッホー騒がくてごめんね。メンバーみんないるんだけどさ、ちょっと難しいわ、映るの。地獄みたいな色ですね。ただちょっと。あ、そうなの。ハロウィン感もあると思う。ゼルスラインのご注文、左の窓からお待ちしております。味見たら赤惜しいところでさ、ペン塗ったとこさ、消えるやつ。今それめっちゃ。あれを、めっちゃいい感じで映ってる。でもちゃんとカメラワークしてる。頭ちょうどぐらい赤すぎて、なんかどこにポスターでどこに自分の名前があるのか。あれ、受付ちゃん今ちょうどありがとうございました。あ、お願いします。味噌がまだ来ない。え、これちょうどいい。え、ちょうどいい。びっくりした。味噌水濡れてない衣装が赤いので同化しています。一瞬、お茶屋さん、カメラ回してる。うまいです。今日多分さ、チェキ出ないからさ、1時間くらいやることになる。なんか、途中で変わればよ。いや、私 AD みたいな。映してるのに、こっち向いてくんないから。さだーい。さっきね、バカみたいですか。わかりました。あ、映った。すごい、撮影。あれ、そこ何カメラマンやってんの。今ね、あとこれぐらいやります。確かに。しかもなんかさ、場所もない。それでさ、小指切り替えた。暑すぎて、暑すぎて、ホラー映画かと思いました。こうやって打ち合いでカメラを向けながら、さ、ブレしてないじゃん。撮りながら、こまちゃーい。打ち合いで、あおって走って。何回もボケてたよね。何回もかわいそう。めっちゃ撮ってる。しかもさ、2、3、チェーンズ撮ってて、撮影止めちゃうから、毎回すいませんってさ、いやいやいや、でも監督は怒るっていう。そうそうそう。おいお前持ってるペン。はい、ありがとう。この子を忘れて。そうか、未だいないのか。チャーダンスタイム全然いないですよ。やばいぞ。でもめちゃくちゃチャレンジしますよ。しょうちゃん、ここはさすがに。あ、すごい。じゃあすごい、こっちにキャラみたいになっちゃった今日の眉毛はマレーシアです。
チャミンゼロなので誰かオンラインかって。お願いお願いお願い。出てきた。ここにコンセントもないか。下からアングリーのほどがある。めっちゃ下から。そう。下が通るからさ、これ抱きしめてない。あ、すごい、こいつモルフォフォ知ってる。こんにちは。しかもモルームって持ち丸のライトすごい。今日は赤いです。これすごくない？そのライトを受けても黒い私。なおね、マジで丸書きやった。合わせてきたね。アリスも丸書き。
ないとそういうのがすっぴんで映ってもバレないそう、ね、バレないこれなんて人たちみんな分かってないやん。お、いい感じ。これであれだね、あのすっぴんじゃないことが証明された。全然時間なくて髪の毛がこんな巻き巻きヘアで、意外とここで自撮りしたら結構明るく撮れた。もう見た？ツイッターのしたやつ。今日はもしかしてデジタル系動画いいかもしれない。なぜならここが赤いから。いいよ、ないで撮ってね。今日まつげいい感じなの。全然伝わらないわ。伝わらなかった。あ、そうでしょ。わ、すごい。手がみりまさんだ。そうです。ちょっと今日はイベント名が悪ガキギグなんちゃらなので、あのヤンキーっぽく。スケバンってことですね。ちょっと違うね。違いました。こんにちは。オーイエーイ。トータルポーク。リママニアへの道は遠かった。うん。まだまだだね。へへ。あと手形を何回詰めばいいんでしょう。ナガピーさん、こんにちは。宮崎の人。さあ、ミスターリラックス。鏡によく人ファンの人がすごくさらされる配信です。こんにちは。みんなお昼何してるの？仕事してる？お仕事偉いね。こんにちは。よっちむさんかな、これは。お大事にね。お大事に。そう、怪我を大事に。とても心配。すごい力が入ってる。モリモリさん、先生ありがとうございます。どうしてお怪我しちゃったの？かわいそうに。手のひら？こう？何にせよ、かわいそうに。右利きだったら利き手だったね。利き手やだね。すごい真っ赤な世界。でも今日はまだ明るいから、特典は明るい状態で撮影しようと思います。太陽光って大事。あらららら、自転車乗って転んじゃった。痛い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 。手のひらのね、ついちゃったのね。背景と相まっていい感じですね。うわぁ、ハロウィン。これが本当の赤い部屋。皆さん献血にご協力ください。献血とか。やばいの。珍しいよ、この髪型。オンラインの注文待ってるよ。ピヨピヨ。誰が誰だかみんな分かってんのかな。赤もいいけど。
ピンクに持っていけた。光がかりやってたり、なんかもう一個作らないかな、あれ持ってきたよ、かこう挟むやつ、リングライトね、あれめっちゃ便利、こちらの子皆さん、物販が1時間になったんだ、からあと40分、でもさ、早め時間で今日寂しかったからね、オンラインゲットしてほしいなの、してほしいだよ、目に優しくない、今日の瀬戸で強かったですね、なんかバチバチ瀬戸に楽しい、仕事中かしら、平日か、今日は、今日はね、月曜日です、みんなが嫌いなそう、みんなが嫌いな月曜日だ、生きてるよ、みんな、じゃあまた楽しかったっす、よかったです、何の絵文字なんかね、バイバイ、バイバイここ響くからあんま叫べないねえ、なんかウェーイってできない、上ね、カフェとかあるからね、そうそうそう、実は上におしゃれカフェがあるんだよ、決められたいか、どこともなんかたまにさ、オタクたちあ、行ってますよね、え、なんかハワイアン系なんでしたっけ、なんかわかんないね、ワッフルチキンみたいなの書いてある、普通に気になる、うわぁ、おしゃれなやつや、あの映えのやつですね、チキン、なんか蜂蜜ぶっかけてくるやつですね、私たちよりおしゃれなもの食べない、ね、いいな、じゃあ私たちがやってるのも終わってるから、うん、今日行けるな、でも文化にブルーでーす、こんにちは、今日は不思議な対バンライブなの、なんかバンドさんがいたりとかちょっと浮いてる、バンザイジャパン結構ウェイ系のアイドルが多いから面白いタイプです、トーデのポールさん、お疲れ様です、なんかね、さっきここで配信してたら一瞬乗っ取られた、だってか、通ってるめっちゃ、めっちゃなんかシャウトみたいな、なんでサイト、なんか、わーみたいな、あ、ね、あのバンドの人っぽいやつっぽいやつ、わかんない、全然わかんないから、うん、面白いよね、ちょっと興味深い、見てみたい、確かに楽しそう、なんかバンドのライブなんかこういうイメージ、うんうんうん、そこなんか感情なくなるよね、不思議な感じする楽しそう、いやね、バンドセットが後ろにあったのよ、面白かった、いつかね、生演奏でさ、ライブしてみたい、え、めっちゃ憧れです、あれ、ね、絶対かっけえよね、前してましたよね、で、昔やってたっぽい、ね、こんにちは、こんにちは、お疲れ様です、スタッフさんだと思ってお疲れ様ですって言った人がお客さんだったり、ね、で難しいよね、難しい、スタッフマーク見ないとわからない、スタッフさんにチラシ配っちゃう。あ、すいません。バンドライブ、なんかバンドさんもいるライブ。うん、ねえ、真っ赤すぎない、何この、ちょ、めっちゃさ、だよ、ね、
こんにちは。バンザイジャパン。こんにちは。バンザイジャパン。東京都の伝道師、高坂優です。ライトをつけたらこうなります。ライトを消すとこうなります。ライトをつけたのでこうします。こんにちは。でもこれは私が映ってる時だけです。なぜかというと私が撮ったらこうなくなるからです。こんにちは。皆さんぜひね、ゲットしていただけたらなと思います。普通の色になったっしょ？あなたはどこにいるんだい？上にいるのかい？あなたは上にいるのかい？ヤーミーさん、ユッチよ、こんにちは。もちもち。見て、ほら、普通の色になったでしょ。これ消した瞬間、変な色になる。これてる。今日は、です。すごいこの人。こういうメイク一回やってみたい。人でも食べたのかな。僕がゾンビとハーブなのかも。これがいいな。一瞬鼻血に見えちゃう。ケルミソ、あんたどこにいるんだ。あなたも上にいるね。あんたも上にいるわね。ちょっと時間なかった。ちょっと時間なかったね。え、見て、今日のこの人ってソロかな。え、でもさっきの、え、さっきさ撮ってた人さ、この人って言ってなかった？一番最初に撮ってた人、シークレットって言ってなかった？言ってたかも。気になる。ラッパーみたい。ラッパーみたい。5時からでしたよ、やっぱそうだ。5時から出るって言ってたよ。これさっき、あれ、あ、これとこれが多分乗っ取りしてきた。これタイヤかと思ってきちゃった。あ、しょうもろ。あ、しょうもろ。超社会的。さっき外でなんか、ね、この人もね、座ってた。さっちゃん、映る？やっぱウェイだな、こちらの。あ、しゃ。そう。行儀がいい。行儀がいい。うちはお行儀がいい。お行儀がいいよ。マジで。和の心がある。ちょっと見てみたいんだよね。レッスン始まってるで、私足軽だから。レッスンなかったら見れるってこと？他の見れない。見れないか。2015だから。ダメだ。じゃあみんなで抜けよう。うん、やばい。傾いたー。たまにかぶりますもんね。なんか高くなった。意外と。いらないかい。かわいい。みんなオンラインゲットしてなりね。前髪が。ゲットしてなりね。ちょっとさ、腕が疲れた。腕が疲れた。白くない？眩しい。こんにちは。バンドエジパン特典会をつけつけてまーす。軽くホラーだよね。
のバランスを保ってたノリノは。みんなオーライン頼んでね。でもこれはね、アリスちゃんが、アリスちゃんの、ね、寂しいんだが、レアな髪型の人多いんだぞ。針当てて、私この携帯。こんにちは。歩いてると捕まっちゃうんだ。はじめましての人もいっぱい来てくれてありがとう。ありがとう。次交代パーティーしようよ、誰か。次交代パーティーする。
私があった
最近の怖い話。キャー昨日間に合わないと思って駅に自転車で行きました。帰りに普通に帰りました。寝る前に自転車を忘れたことに気づきました。私も怖いことがありました。ある日メイクを落とそうと家の廊下に出ると、壁にゴキブリの赤ちゃんがいました。親がいます。あ、キラキラーさっちゃん、今怖い話してたんですよ。あ、怖い。今日あ、台所の壁にゴキブリになっちゃって、殺しました、赤ちゃんは。いいよね、怖い。あ、うち今ファイルがなくなってショックになった。これぐらいの長さ切った。へー、すごい。MBTI は？わかんないよ。姫。あれ最近リコ言ってないから。やめ。めっちゃ思いっきり刺さってくる。めっちゃ思いっきり刺さってる、これ。これね、やばい。めっちゃ思いっきり刺さってる。めちゃめちゃ思いっきり刺さってる。ね、この時間いっぱい見るのかね。めちゃくちゃついてる、ついてる。こっちの方が全然大丈夫。ユチが全部頑張ってる。こっちの方が全然大丈夫。ファイルみたいなのがあったよ。そのファイル？なんかもうちょっとでかいファイル。あ、あれか、よくばらまくやつか。そう。でもあんなに赤いファイル落ちたらさ、マグロ出たらすぐ分かるよね。こっちには持ってきた。トイレがこの家の中に落ちてるから、カバンごと持ってきてたもんね、こっちに。そっから出してないから。あ、すごい違ったわ、ショック。え、ここに持ってきてないですか？心ない。いつもずっとあの灰色のカバンに入れっぱなしで、見に行った時なかった。キャリが食べます。一撃で上がる。いいわ。裏は何が何だろうね。あんなでっかいの出たな。この人が進んだ。リュウスキ、リュウスキ。え、なんでそう思って。え、マイケさんそういう愛想がある。
触らないで。私ないの。あ、痛い。そっか、ゆっちはいっぱいいるよ。真っ赤だけど誰が誰かわかるかな。嘘つき。嘘つきは嫌いよ。DD 名。一途な人が。精神性。ねえ、赤すぎない。赤すぎて。赤すぎて、赤すぎに。だってこうすると全然変わる。
赤い女です。今日さっちゃんひげ散らかしてない？嘘、でも全然ジックで見た瞬間にあっ、時間なかった。どんな時間なかった？時間なくてこのクオリティ出来上がるの？だからラメとか何も買ってない。今日光ってない。俺のことか。今言うしかなかった。ハハ、バイバイ。さよなら。